当の警護士による人気ミステリー小説、新山者シリーズの映画化、第2弾で完結編となる祈りの幕が降りる時が1月27日、全国335スクリーンで公開初日を迎え、主演の安倍博士をはじめ共演の松島奈々子、水端淳平、田中麗奈、主題歌を務めた、ジュジュ、メガホンを取った福沢勝夫監督が、東京、 ドホシネマズスカラザでの舞台挨拶に出席した。刑事、加賀京一郎、安倍が女性演出家、浅井博美、松島と出会ったことをきっかけにシリーズ史上最大の事件に挑む姿を描く。2010年の連続ドラマから足掛け8年、新参者に身を投じてきた安倍は自分の中でもしっかり完結できた作品になったと胸を張り8年やらせていただいたのは 皆さんが愛してくださったおかげ。まっすぐな芝居は、あまりやったことがなかった自分の軸になって、いろんな役への成長になった。松島さんたちも参加してくれて、最後にふさわしい作品になったと思いますので、感無量ですと感謝しきり。そして、これで最後。非常に寂しい思いがありますが、あとは、東野さんが書くかどうかですねと、続編への期待を込めた。 物語のキーパーソンに噴した松島も大変ファンだった作品。簡潔に少しでも力添えができればと頑張りましたと振り返り、私も寂しいです。一視聴者としても、当の先生に続編を書いてもらいたいと同調。ドラマ版から参加してきた溝端は、安倍さんの隣でずっとお芝居ができる貴重な経験。こんな複雑な気持ちの初日は初めて。 寂しいですと赤別の胸中を吐ろし、同じく田中も、出演は毎回本当に緊張して、心臓の音が聞こえるくらい、もっともっとご一緒したい欲があるまま、終わってしまいます。寂しいですと明かした。さらにこの日は、安倍をねぎらう、サプライズ演出として、相棒とも言える松宮治平役の溝型が熱い、メッセージを送った。 右も左もわからない僕を大きな器で包み込んでくれて感謝しています。安倍さんが楽屋で休まれているのにお芝居のことを聞きたくてとを叩いて、本当に迷惑なことですが、安倍さんはしっかり僕の疑問に答えてくださった。8年もあると僕の節目や悩みがあって、その度に短い言葉で導いてくれました。そばで安倍さんを感じられなくなるのはとても寂しいですが、 これからも、指針としてずっと背中を追いかけていきたいです。またご一緒するときがあれば、胸を貸してくださいと、涙ながらに語り、安倍と、がっちり抱擁を交わした。続けて、女性陣から花束を渡され、両手いっぱいに抱えた安倍は、これで引退します。途上区を飛ばし場内を沸かせる。まさか、こういう展開が待っているとはと声を震わせたが、 溝端くんが面と向かって言ってくれて、こいつまた嘘ついているなと思ったけど、目が本当に涙を浮かべている。感情で言ってくれているのが分かったけど、でもまだ嘘ついているかなと思って後ろ見たら、田中さんが涙している。ここはそういうこと言っちゃいけないなと思ったかっこアいと照れ隠し。それでも、今作最初の20分、溝端くんは加賀が出てくるまで力強く引っ張り、 しっかりレール引いてくれた。頼もしいと思ったと、歓喜まった様子で揺るがぬ、信頼の気持ちを口にしていた。